どうも、ブタです。まさかやっていきたいと思います。はい、本日はヨハン・クライフ実装されましたので初使用をしていきたいと思います。ヨハン・クライフの、テーブル的には得意練習頻度が2、そして試合経験点、精神ボナが6。最近精神ボナの、選手よく出ますね。サラシのアズサであったり、キリサメの日本代表であったり、精神ボナは結構ありがたくなっております。まあ、オフェンス固めに精神ボナね、今まで足らなかった部分ですので、ドバドバ出てきてますね。そして、スペシャルタックボーナス 120%。これが強いっすね。120% は高いんで、しっかりと、タック踏んでいこうかなと思っております。そして、コツの方がダッシュ、ドリブルキング、ワンタッチ、トラップ20丸、空中戦、突破力、キープ力、精密機械、バックスピン、フライングダッチマン、決定力、フリーキックチームプレイ、キャプテンシー。まあ、聖火第一高校を今回やっていくんですけども、展開力以外、全部コツもらえちゃうんですよね。ちょっとそれは、まあ、コーチうまいこと踏んでいって、潰していければなと思っております。で、今回デッキの方は、水着の厚さ、北野、有川、で、ミネ、怪盗キット、ヨハン・クライフでいきたいと思います。さあ、このデッキでやっていきましょう。で、アイテムの方はパワードルと招き猫持ち込んでおります。しっかりと、まずは評価上げていきましょう。こっち行こう。はい。で、怪盗キットから来たのは、ありがたい。コーチ行きます。練習後イベント。オーケー。まあ本当にコーチと怪盗キットを踏みつつ評価上げて、タックが来たらタック行くって感じですね。これはコーチだな。メンタルコーチはありがたい。はい。で、ヨハン・クライフもイベントが進んでます。これ福井弁の方かな、確か。で、福井部の方で噂によると、まあ、前情報でちょっと調べさせていただいたんですけども、サブポジが取れるということで、ありがたいですね。サブポジ、ちょっと取ってみたいかなと。今まで取ったことなかった、そういうキャラがほとんどいなかったんで、取ってみたいかなと思っております。そして、キット君来てくれました。まあ、とりあえず探偵しておきます。どんどん踏んでいこうと思ってるんでね。大丈夫なはず。そして、これは、敏捷だね。敏捷、もらってみましょう。きっと5回は行きたいな。5回しっかりと行きたいな。そうなればこのデッキ強いからね。敏捷は稼げない。精神125。コーチ前3回。コーチ3回。これで行こっか。精神100でいいや。で、コーチいるね。行ってきまーす。クライフ行きたかったけどね。コーチ。練習後イベント。オッケー。で、ありかを、よくわかったな。で、コーチがいない。では、怪盗キットクライフ行っちゃいましょうか。いいよね。敏捷も稼がないといけないから、ちょうどいい感じになるでしょう。来い、怪盗キット。2回目。おー、来た！ナイスだ。早いね、怪盗キット。で、クライフ。これがもう、サブポジもらえる、イベントとなっております。で、ランダムなので、もらえない時もありますが、とりあえず狙ってみましょう。もらえなかった。残念です。残念。そして、これはコーチ行っておきましょうか。はい。精神ボナなんで、精神入りますね。あずさ、ありがとう。オーケー、コーチ。あと一回遊ぶをすればオッケーですね。まあ、ここ行きたいけど、休んでおきたいな。怪盗キットもちょっと行きたいんだけどな。一回休みましょうか。はい。で、コーチがいればコーチ踏んじゃっていいよね。練習後イベント来てくれればコミット完了。まあ、遊んでもいいんだけどね。残念。次踏めなかったら遊ぼう。確実にこれは終わらせていきたい。はい、ちょっとすいません、アラーム鳴っちゃいました。で、これはコーチ無理だな。
回答キット行きましょうか。こんなに高いボーナー来てますからね。回答キット行って3回目来てください。でコーチは遊んでいきましょう次のターンね。ああ残念で、もう来ちゃった。で、これは現場に向かう。ください、ダッシュ。あー、残念。スピスターが、きついな。きついですね。まあ、しょうがないか。あ、もう一回高い。どうしよう、これ、コーチ。遊ぶ方がいいんですよ。まあ、でも、これで練習で踏めた方がありがたいんだよな。踏むか。踏みましょう。踏んじゃおう。練習後イベント。うわー来なかった。残念でした。欲張ったのが間違いでした。残念、残念。まあ、欲張ったのが間違い。まあまあまあ、コーチの評価は高いです。1.1 なんで、まあまあまあいいでしょう。そして、実績も1111とゾロ目でしたね。パワースピード。パワースピードは、30ずついきたいとこなんだよなー。で、敏捷。でも、結構稼ぎきってる感があるんですよね。で、ミネ君で50稼げるんで、まあこんなもんかな。で、2人以上のタッグに2、3回。で、練習は8回。遊ばない、あ、7回かな。デートはしない。2回にしとこう。これぐらいでいきましょう。ちょっとパワースピード攻めすぎてる感はありますが。まあ、なんとかしてください。とりあえずスピード。あ、スピードは余裕だったか。あとパワーですね。パワーはあと100ちょい稼がない。あ、いけるか。いけるね。いけるいける。で、これは休んでおこうかな、一回。休んでおこう。はい。で、ダブルタックとかもしっかりできてね。お!ちょっとやばいな。オフェンス上げないと、サラシナ絶対失敗なんですよね。上げたらもう高確率で成功なんですけど、上げてなかった時は本当にひどいから。とりあえずここ行くか。ミネ君の遊ぶでもよかったんですけどね。で、これは敏捷。はい。サラシナ。最後のイベント行かないでね。まだ来ないね。パワーも上げないといけないか、ちょっと微妙だな。で、コーチ行きたいけど、これは遊んでおこう。はい、ミネ君の評価ささっと上げていきたい。で、両利きになりたい。ありかわ、占ってあげなよ。おー、タックがでかいのが来ない。来てほしいんだけどな、今特に。どうすっかなー、どうすっかなー。あと8ターン。今回終わった8ターンでしょ。練習ほぼほぼいかなかいな。まあ、いっか。ミネ君行ってきます。でも怖いな、オフェンス上げよう。これもいい。オフェンス上げる。パワーは後でいい。はい、ミネ行きましょう。で、左右で違う。で、コーチメンタルか。行きましょう。で、練習後イベントで、次、でかいタックが来てほしい。でかいタック。おー、ありか、終わっちゃった。はい、ナイス。2人以上のタックが来てほしい。来ないんで、これ、クライフの評価上げておきます。いやー、やばいな。あ、ミネ君、完走。オーケー、よっ、ゲット。クライフオフェンスならいいなぁ。キッドも行きたいけど、これはオフェンス行っておきましょう。ダブルタック踏まないといけないからね。はい。で、有川は敏捷もらっておきます。基礎値は敏捷。シングルキッドか。シングルキッドは行っといた方が良さそうだなぁ。どうしよう、体力回復。微妙だけどなぁ。パワーはとりあえず上げるか。いっか、このまま踏んじゃいます。シングルキット、いきましょう。3回目来い。残念。
で、北野くん、録画する。ここ休むか、休むか。あー、でも回答キット来てる。行こうか。3回目来い。哲太くんじゃない。で、クライフ。金徳の方ですね。で、これはヘディングで敏捷もらっておきます。お、ダブル来たんで、これは回復して踏みましょう。踏んじゃいます。踏んじゃって、これで OK だもんね。はい。あれ、練習1回を。まあいいか。ちょうど多かったか。で、コーチ。いない。怪盗キットもいない。ミネ君終わってる。どうすっか。コーチと遊ぼっか。コーチの評価そこまで上がってないんですよね。うん。上がってないから遊んじゃおっか。そしてオフェンス10上げちゃいます。もういい。成功してほしいね。で、遊んじゃいます、コーチ。はい。で、2個目。で、これはもっと試合を楽しんでみるよ。はい。で、タックが3タック。ありがとうございます。これは3タックいきましょう。コーチより3タックいっておきます。で、回答キットの評価上げないと、イベントは進まない。早めに上げたいと思います。そして来た!え、失敗?あー、残念。オフェンス依存ではなかったのかな?スピード依存でも なかったっぽいね。残念でした。3663。で、皆さん、ちょっと金徳成功した方、教えていただけるとありがたいです。どんな能力で成功したのか教えてもらえますね。依存が、出たばっかりで分かってないんで、教えてください。お願いします。パワーは10。20いけっかな。で、技術は結構ここで稼ぎたい。500ぐらい稼ぎたいね。で、軽減点、1600。大事なのタック3回。テクニックはいかない。休まないはしない。デートしない。展開力はそろそろ取っておきたいんだよな。ちょっと無茶しすぎ?これぐらいでいきましょうか。うん。で、パワー20でいいや。はい、いきましょう。で、これは体力回復しておきます。はーい。OK でーす。で、こういう時にコーチと回答キット。回答キットいきましょうか。で、評価を上げておきたい練習後イベント。来ない。で、席を譲る。はい。で、これ、敏捷をもらいましょう。敏捷大量に入ってるな。まあいいや。で、パワー10上げといて、あと10なら全然上がるでしょう。で、オフェンスにでかいタック。一人か。一人か。これはコーチ踏んできます。練習後イベント。で、展開力が欲しい。で、でかい、あー、ダメだね。休もう。休もう、休もう、休もう。はい。で、2タック以上。うん、いいね。回答キットもいるし、2タックいっておきます。ヨハンクライフだから結構強いね。で、回答キット、3回目か。で、精神ちょっと上げておく。使っておくか。なんか嫌な予感がしてきたのでね。はい。練習後イベント来い。来ない。ボレーシュート。はじめ2回連チャンで来たんですけど、その後が来なくなってしまった。で、さらしな。オーケー!成功でーす。ワンタックは行きたくない。ドリンクなぁ。ちょっと余るかなぁ。まだちょっと休もうか。あ、ミネ君の遊び行っておきます。で、お、2タック。1回、いやでもコーチも行きたいんだよな、これ。いやでも2タックは行っとくべきだよな。経験点的に足らなくなったら大変だからな。はい、2タック行ってきまーす。はい。1タックは行きません、さすがに。で、これは遊んでおきまーす。
ミネ君。で、回答キット。これは筋力敏捷を言っておきましょう。うん。まあ、技術精神でも分かったんですけどね。精神が大量にあり、合ってたんで、ちょっといいかな。まあ、技術精神の方が、まあ、コミット的には合ってたんですけどね。まあ、いいです。いいです、いいです。なんとなく、敏捷が欲しかった。ワンタックか。ワンタックか。これ、回答キットいきましょうか。回答キットいっちゃいます。さあ回答キット3回目ほい来ない。で北野くん成功してください。おいー無回転パワー A にしたのにな。せっかくな。残念でした。でこれ回復しよう。いや休もう。でやめる。で、ツータック。わぁ、ツータックが来ねえぞ。ツータックが来ねえぞ。やばいかなぁ。はい。展開力。ください。で、朝活。で、体力回復。で、ツータック来い。厳しい。これはちょっと厳しいぞ。技術もちょっと厳しいですね、こうなると。で、展開力もらっておきましょうか。展開力、取りましょう。うん。とりあえず回答キットいきましょう。3回目。ぽい。で、次のターン、ツータック。来ました、探偵。ツータック来い。ツータック来たらもう足りるんだ。あ、やべ。もう。あ、ダメだ。もうここで4人出てるから出ない。あー、2タック1回足らなかった。今回タック微妙でしたね。では、こっちでも行っておきましょうか。あらら、失敗です。でも、技術稼がないといけない。2稼がないといけないのか。2稼がないと、ちょっと微妙すぎるのか。ちょっと能力上げるか。能力上げとこ。うん。次、テクとスタミナ来てくれるとありがたいですね。回答キット4回目狙って、技術ワンチャンかな。はい、回答キット来い !4 回目来なかった。残念、コミット失敗。5470は稼げましたが、技術に至らずと、あと、ツータック1回来ませんでした。残念。で、ここで結構無茶しないといけない。ディフェンスも上げます。ディフェンス上げちゃいます。上げれます。上げれます。上げちゃいます。で、技術か、技術な。ちょっとタック来てくれると思わないといけないな、これは。こうかな。ちょっと技術稼ぎすぎてるか。これだけ来れば、まあまあまあって感じですが。これで行きましょうか。うん。休まない。いけるかな。厳しいか。こうするか。こうします。はい、行きましょう。うん、これは一回休んでおきましょう。で、ディフェンスを上げれるだけ上げときたい。上げれるよね。あとは筋力の問題か、スタミナは。あ、精神もちょっと足んなかった。マジか。おぉ。精神が微妙に足らない。まあいいか。まあタック編はなんとかなるからね。これは一回休んでおきます。はい、順番は。で、これは、眠い。はい、タック、でかいの来てください。二人か。まあ、行こう。
無視した。オッケー。で、ヘディングで敏捷稼いでおきます。お、ツータック。ツータック、まあ、行こう。はい。で、回復。ナイスですね。ナイスですね。で、あとはタック。敏捷は、まあ、試合で、試合で試合経験点が、1、2、140は稼げるのか。146か。だから、あと敏捷が、19。最悪、キットじゃねえや。ミネ君行けば、いけるね。で、技術の方が、あと、175ぐらいかな。ワンタックならいいや。ミネ君行ってきます。はい。これで敏捷当たりましたと。おっと？コーチ行こっか。コーチ行こう。コーチかー。ここでコーチか。まあ、キープ力もらっとこうか。はい。そして、タックは来ない。真面目にタックは来なくなってしまった。マジか。やばくない？ちょっとオフェンスタック2回踏まないといけないんだ。はい、ミネ君行ってきます。さあ、オフェンスにタック2連チャンで来てください。で、できればでかいタック。来てほしいです。来ました！ありがとうございます！これは大きい。よかったー。またコミット失敗かな。まあ、これで一応、望みは繋ぎましたね。次のターンタック来てくれればありがたい。で、スタミナもいいだし。うん。では、とりあえずここを踏みましょうか。はい、オフェンス行きまーす。筋力2人いるからね。ありがたい。で、とりあえずタックだけ来てくれ。オッケー！これでクリアだな。うん、クリアですね。ロングスローだけ取ってみましょう。ロングスローを取ってクリアです。はい。で、試合終わったらディフェンスも上げれるからね。テクニック A にしといて。で、タックが1人。まあいいでしょう。で、コーチ何人もらう？何人もらいましょう。何でもいいや。バスでももらっときましょう。はい。練習後イベント来い。ナイス。で、こっから試合やっていきます。で、試合の前に上げれるだけ上げておきましょう。マエストロ。ちょっとでもね、強化上げておきます。でもそんな無理か。臨床使いたくないからね。はい、これでいきましょう。あれ？金徳って1、2、3。そうか。2個失敗してんのか。で、回答キットも一応失敗なのか。まあ、しょうがない。はい、行きましょう。はい、終わりました。とりあえずやっていきましょう。で、これはクリアのはず。はい。はい、まあ、ぼちぼち稼げてますね。コーチの評価ちょっと低いですが、まあ、12000点稼げたんで、まあまあまあ、いいでしょう。で、ディフェンスまではいけないかもな。まあ、オフェンスで1000、600。で、ディフェンスで4000。パワーで2000。で、スピードで2000。で、スタミナ2000のテクニック1200。で、筋力、ちょっと厳しいな。22800いりますね。うん。22800。特能で、ディフェンス厳しいな。もう上げないでおこう。ディフェンスはこのままいきます。うん、ワンチャン。100、オール100、まあ、ディフェンス以外はオール100で、ディフェンスだけ90にしようかなと思ったんですけども、ちょっと厳しそうですね。スタミナとか、パワーとか上げれば、なんとかいけそうですが、実績が足らないです。まあ、いいや。このままいきます。で、タックの方がワンタック。なので、いきません。回答キットいきましょう。あと4回、あと2回ぐらいいけるからね。あと2回来てほしいところです。回答キットいきましょう。さあ、来い。来ました。ナイスです。あと1回いけんのかな。まあ、でもタックが来てた。ダブルか。
こっか。で、このままだと筋力余るよな。筋力余るのならもういっか、ディフェンス振る？ワンチャンあるぞ。こうやってパワーも振っちゃって、ちょっと技術は置いときたいんで、スタミナ振っちゃって、微妙だな。これで5ぐらい振るか。精神がちょっと微妙になっちゃうんですよね、こうなると。まあいいか、そんなに取らないといけないものないしね。うん、1000、1000、1000で稼げたからいけるか。これでいきます。いきましょう。技術はちょっとやばいかな。はい、有川、何くれますか。ポイントが欲しい。パスか。まあいいでしょう。で、オフェンス20、ディフェンス15、パワー10、で、スピーテク20のスタミナ10、で、巨神像を戦術機械。こんな感じでもらっといてと。意外性。はい、こんな感じかな。うん、これでいっちゃいましょう。はい、いきまーす。いい感じに触れたかな。まあ最後ちょっと能力無駄に行きそうに振っちゃいましたが、まあ実績足らなかったんでしょうがないです。ワンタックか。ワンタック行きましょうか。で、ドリンク的に微妙だな、足りないんだよな。これメンタル一回いっとく。そしたらドリンク余るんだよな。一回、ま、一回メンタルいっておきます。で、この後タックが来てくれるかと思っております。ワンタック、また微妙だ。はい、オフェンスいってきます。で、次もタック。はい、お、いいね。北野くん、北野くん、北野くん、何くれっかな。ムード、ムードはいらない。ムードが怪我しにくすか、フィジカル、闘争心。ムード当たらないでくれ。お願いします。OK。まあ、ポイントならまだいいよ。で、しっかり前半後半でアイテム使っておきましょう。どうせ後で使うし。うん、いきまーす。はい、終わりましたね。うん。まあ、とりあえず、OK です。あと1試合。そしてタック。一人か。うん、有川ならタックの方がいいかな。ポイント確実にもらえるならいいけど、ムードくれそうだからね。まあ、取っておこう。あとはスピードスターのみですね。はい、ではタック行ってきまーす。はい、試合行きましょう。はい、終わりましたね。うん、最後査定振っていきましょう。回答キット失敗してるからな、ちょっとそれが痛いんですよね。はい、1102点。まあ出ましたね。経験点は出ました。でも実績はちょっと出なかったんで、ちょっと微妙な結果になったのかなとは思っております。で、突破力は振りません。で、どうしよっかな。両方取るか。うん、筋力が余っとる、筋力が余っとる。さあどうする。まあ怪我しにくさ取っちゃうとして、シュートレンジ取りたいですね。シュートレンジ、レンジを取りたい。でも敏捷を余らせないといけないので、そうなると、そうなると、そうなると、どれやめよう。うん、敏捷そこまで使ってないんですよね。 P
ピードスターの、じゃあ先優先的に取るか、で、アシスト、あ、クロスがでかかったな。そうだね。そうだね。そうだね。スルーバックスピンがちょっと危ういな。キープ。キープか。キープか。キープ取りたいところだな。臨床がちょっと足らぬ。足らぬ、足らぬ。まあ、ディフェンスに振っちゃったってのでかかったかな。まあ、こんなもんでしょう。まあ、筋力はこれぐらい余っちゃうのはちょっと仕方ない。あの、4タックが来たんでね、筋力はここで400点以上稼げたんで、それが筋力余る原因だったかな。はい。まあ、こんな感じで、いいかな。いいですよね。いきましょう。はい。まあアバター使いたいんですけども、まだ自分レアと PR RPR 引けてないんですよね。うん、ちょっと残念ながらクライフの用紙にはできませんが、子供はいきます。でクライフなんですけども、タックは普通に強かったです。でタックもそこそこきました。まあ、得意練習頻度は2ということで、まあ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 、でもフライングダッチマンの、まあ、金徳。これが査定がすごい高いという噂なんで、まあ成功しにくいのかなと。査定が今まで、フィジカルモンスターとかが、とかに比べると 1.2 倍。今までの金徳でちょっと一番高いと。ファンタジスタより 1.2 倍高いのかな。ミッドフィルダーなら。うん。ちょっと高い、金力となっておりますので、成功率も下がってるのかなと思いつつ、まあ、これが成功してくれればね、 SSS 星3つはいけたでしょう。まあ無回転と両方とも成功すれば、でもうちょっとタック踏めたりしたら US もワンチャン狙えるということですね、うん、まあサブポジ取れたり、ちょっと今までと違った、うん、イビキャラとなってるのかな。うん、まあ使った感覚強かったです。追いガチャ、追いガチャしては PSR ぐらいは当てておきたいかなと思っております。またその追いガチャも楽しみにしておいてください。ベタでした。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。